はい、おはようございます。ラスカルでございます。ただいまですね、朝の9時半前となっております。こんなに、ね、早くから撮影するの久々なんだけど、普段ね、僕の動画では結構デカ盛りとかをやっている個人店さんに行くことが多くて、コメント欄でね、なかなか行けないよと言われることがね、多々あるんですけれども、本日はみんなが知ってるあの有名な家系ラーメンのお店に行こうと思っております。おそらくなんだけど、ラーメンが詳しくない方でもそこのお店だったら名前聞いたことあるよっていうお店、本日はですね、町田商店さんに伺おうと思っております。伺おうと思ってますというか、もうね、お店目の前なんですけど、もう見えてますね、町田商店さん。ただいまね、道路を渡らせていただきました。町田商店さんの本店でございますね。もうね、ラーメン詳しくない方でも皆さんね、知ってる方多いと思うんですけれども、こちらの町田商店さんは、まあ、全国のね、いろんな県に店舗がございまして、基本的にはキッチンで作ったものを各店舗に送って、同じ味のラーメンが楽しめるという人気店なんですけれども、こちらの本店さんでは店舗でね、スープを炊いているため、通常のね、店舗とは違った美味しい家系ラーメンがいただけるお店となっておりまして、せっかく取るのであれば大食いをしようということで、本日はですね、一杯のラーメンで何杯ライスがおかわりできるか挑戦していこうと思います。ただですね、もちろん普通に食った方が一番うまいと思いますので、こちらのライスチャレンジをした後に普通にね、ラーメンとライス食べていこうと思います。ということで、ただいまですね、町田商店本店さんの店内に入っております、ね、営業前なのでおしゃべりねしながら食べていこうと思いますが、本日はこの町田商店さんの一番の特製トッピング、マックスラーメンというものにライスをね、何杯食べれるかとやっていこうと思います。ライス無料のサービスなんですけれども、これ店舗限定になっておりまして、本店さんではやっておらず、そこを狙いたい方は、調べていただいて、対象店舗でね、やっていただければと思いますが、こちらのね、本店さんの場合はライスがだいたい1杯 180g で、食べ放題のお店だとだいたい1杯 100g 前後らしいです。なので本日は 180g のね、ライスを何杯食べれるか挑戦していこうと思います。すいません、ありがとうございます。マックス普通です。ありがとうございます。うわー、うまそうということでですね、マックスラーメンとライスが出揃いました。いや、もうほんとめちゃくちゃお腹空いてるんで、早速ガッツリしちゃっていいですかね。こちらいただきたいと思います。いただきます。皆さん、このスープ見てください。これ見るからにね、醤油がしっかりと効いたタイプの家系スープですね。いただきます。あー、うまい。ありがとうございます。うん、結構ね、家系のお店って意外に味の種類、ジャンルって全然違うんですけれども、僕のね、個人的な感想としては、町田商店さんのこの本店さんのスープ、かなり原骨のこの熟成が効いてて、しかも濃度が高い。だからスープでご飯食えちゃう、これスープでご飯食えちゃう。めちゃうまい。うまっ。米感がすげえうまい。今回はですね、せっかくなので大盛りで注文させていただきました。これね、一番うまいラーメンライスでいっちゃいましょうか。うん、うまっ。最高の朝食ですね、これ。たまんないわ。ちょっとね、あんまりにも美味しすぎて、もうすでにね、いっぱいライス完食させていただきました。ちょっとすいません、ライスおかわりお願いしてもよろしいですか。すいません。ただいま、ライス2杯目でございます。うん。本当にね、もう一口目からズバンと来るね、パンチがスープにあるのよ。もうこれはさ、このチャーシューいっちゃっていいですか。うん、うまっ。2杯目いってしまいました。
すいません、3杯目お願いしますよろしいですか。なんだもうこのパンチ力がすごいよな。そろそろこの辺りで僕の一番好きな海苔ほうれん草トッピングでライスいっちゃいましょう。これね、海苔とほうれん草で麺をくるみまして、こちらにライスをもううまいね。いこうか。今ですね、これライス3杯目完食させていただきました。ちょっとおかわり食べましょう。4杯目か。まだ半分も具材なくなってないですけど4杯目ですねうわーこれはじゃあですね、ちょっとこの辺りでこちらのね店舗では玉ねぎが無料で入れますので、ガツンとしたスープにねこの玉ねぎ合わせてさっぱりといっちゃいましょうか。こちらの玉ねぎにしっかりとこれスープ絡ませまして、よどうでしょうか。これもううまいですね。このね、がっつりとした味に玉ねぎのね、食感で清涼感、これがね、めちゃくちゃ合いますね。ちょっとごめんなさい、あまりにも本当にうますぎて、お早めお願いしてもよろしいですか。はい、お願いします。ただいまライス5杯目でございます。1杯が180なので、だいたいライスで1キロ近く食べておりますねもう900グラムぐらいですねで結構ね、いろんな、家系のお店さんって卓上に調味料があって、常連さんとかはねよく味変をしたりするんだけれども、やっぱりね僕個人的にはこうやって仕上がってるスープの家系ラーメンは味変した後全体的にね味が変わっちゃうので、初めて訪問する際には通常でね、この1杯を楽しんでもらいたいなっていうぐらいうまいです本当に。お客さんによってはそのブレっていう言い方をされてて悪いように捉えてる方もいらっしゃると思うんだけど、時間帯による味の違い、これは僕お店にとっていいことだと思うので、ぜひね、あの好きなお店を見つけた際には通ってみて、時間帯変えてみて、一番好きな味をねちょっと見つけてみてください。卓上にあるライスの楽しみ方っていうのがあるので、これやってみますか。適量の豆板醤をライスに均等に塗り、ごま、胡椒、ニンニクをかける。説明の通りですね、こんな感じに卓上に、いろいろ調味料ありますんで、このおすすめ作ってみますか。豆板醤と胡椒、ごま、ニンニクとで、スープをあえて、でここにね、ラスト味玉をね乗せて割って完成ってことなんで、ちょっとね今スープに浸してて火通っちゃってるんですけど、それでも半熟でございますね。これやばいな。これねスープに浸して海苔をこうくるんで食べるってのが完成形らしいんで、ちょっともうがっついちゃおうか。これダメだなちょっと一応うまっ。あーめっちゃうまいな朝からこんなニンニク取っていいですかねうん。
ちょっとですね、もう残りわずかとなりますので、ここでね、おかわりしてもちょっとあれなので、この一杯はこれで食べちゃいましょうか。うまっ。ちょっとですね、これ町田商店さん発祥の言葉がありまして、まあ、スープをいわゆる簡易にすることを干膜というんですけれども、せっかくね町田商店さん来てますので、僕も干膜させていただきましょう。干膜させていただきました。ありがとうございます。ラスターさん、干膜です。はい、干膜です。ありがとうございます。気持ちいいですね、なんか干膜コールあるんですね。こんな感じですね、干膜しますとどん底に干膜一丁。ただ、今回はですね、先ほどもオープニングでねご説明した通り、ライスおかわりのみですと町田商店さんのラーメンを堪能しきれておりませんので、ラーメンとライスこれおかわりせずにシンプルにね自分の好きなトッピングで楽しんでいこうかなと思います。そしたら本日ですね、2杯目にいただきますのが、町田商店さんには塩もございまして、塩のマックスにほうれん草と海苔を追加でトッピングさせていただきました。こちらもねいただきたいと思います。うま、めっちゃガツンとしてる。塩の方がねこうダイレクトに濃厚さを味わえて、本当にね豚味の塩ポタージュというか、このパンチ力はポタージュで収まりきらないというか、すげえうまいわ。あーうまっ。今回は贅沢に海苔2枚にほうれん草をさこんもりと乗せて汁かけてと、こんな感じでわがままに食っていきましょう。ちなみにね、町田商店さん、まあ知ってる方もね多いと思うんですけれども、 Uber Eats とかも販売しておりまして、ちょっと外食厳しいなって方でも、ご自宅からね近くにあれば注文できますので、ぜひ試してみてください。本当にね、この本店さんのラーメンはいわゆる純粋な家系ラーメンとはまたちょっと違う良さがあるので、これにハマってしまったら町田商店食べたいなってなった時に振り返りが効かなくなると思う。他のお店で済まなくなっちゃうかもしれない。家系ラーメンっていうか本当に町田商店っていうジャンルだね、完全に。そしたらただいまね、具材こちらでラストでございます。で1杯目はね、完膜させていただきましたので、2杯目はちょっと体のためにね、控えたいと思います。でこの辺りでですね、本日はごちそうさまでした。ということで本日はですね、町田商店さんの本店で美味しいラーメンを2杯ですね食べつつ、1杯のラーメンでおかわりが何杯できるか検証してきました。動画的にというか YouTube っぽく具材とかを節約して食べ進めればもっと7杯8杯とかいけると思うんだけれども、普通に食べていける杯数約5杯ということになりました。オープニングとかでもね説明したように、こちらの本店さんではお店で炊いたスープがいただけますので、町田商店さんといえどこのラーメンが食べれるのはここのみでございます。ぜひですね、今回の動画を見てくださって気になった方はぜひこの本店さんで美味しいラーメン食べてみてください。いや個人的にマジでね、醤油に負けないぐらい塩もおすすめだったんで、2回来てね両方食べ比べてみることをおすすめいたします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。今日の動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルも活動しておりまして、そちらは概要欄からチェックしてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。